はい、ウイニングポスト8実況を始めていきたいと思います。今回はね、いつもと違う雰囲気でってね、背景が変わってるだけですけど、始めていきたいと思います。報告することありましたっけね。風のシルフィードあたりをね、エクリプスステークス挑戦させます。それとですね、千本ノック、日本ダービー勝った千本ノックをね、アイルランドオークスにね、挑戦させようかと思ってます。まあね、欧州のね、オークス3冠とか取れたと思うんですよね、狙えたと思うんですけど、まあちょっと日本ダービーを選択してしまって、まさかね、勝つと思ってなかったんですよ、ダービーね。そこまで強いとは思ってなかったんでね、ちょっと欧州遠征させればよかったかなっていうのがありますけど、まあアイルランドオークス行きますね、次ね。そんなところですかね。さて、進めましょうか。ネクスト。コスモトムナロ記念。コスモトムあたりはね、前のトップガン3区で G1 参照してるんですけどね、まあスピード B なんでね、海外遠征するまで強くないと思うんですよね。まあここら辺カットしんだけど、ナロ記念ネクストで3着。アンビリーバブルか、強いよね。スピード B ではね、やっぱり後衛のスターホースには勝てません。さて、安田記念。これはクノイチレックがね、スピード S なんで期待してるんですよね。バンセーバなんでね、そろそろ弾けてもらいたい。一番人気はスカイデスマイラーか。インデュラインあたりも出てきましたね、ムードメーカー。やっぱインデュライン、ムードメーカー強敵ですね。インデュラインあたりはね、ハリケーンラン3区なんでね、マイラーということはないと思うんですけど、まあ、大女子で見ますか。クノイチレックは1枠1番、足毛ですね。前走はね、チャンピオンズマイルでね、惜しい2着だったんで。まだね、国内 G1 は取ってないんですよね。クリスマススコープ。あれ、インデュラインか、ピンクの帽子。ムードメーカーもいい。ムードメーカーも来ている。ああ、クノイチレッグ伸びないね。やっぱインデュラインや。強いな。やっぱり強い。スターホースが強い。見事に勝ちました。インデュライン、スカイデスマイラ敗れました。ようやく3着争いといった。まあスピード B ではしゃあないね。ちょっとクノイチレッグは残念だな。スピード S なのにな。やっぱミルキジョッキーっていうのがね、頼りないっていうかイケメンのミルキジョッキー、これそっくりですよね、結構ね。早秀はな、頼りないな、早秀も。早秀あたりね、リーディングジョッキー取らせるようにね、できたら、ね、また楽しみがね、増えるんですけど。なんかね、トロフィーとかもあるんでしょうね、おそらくね。親族からなんかリーディングジョッキーとか出たらね、トロフィーとかありそうですよね。僕まだね、プラチナトロフィーって取ったことないんですよ。まあ、ウィッポでいつか取りたいなと思うんですけど、果てしないですね、ウィッポのプラチナトロフィーってね。いや、宝塚記念はね、ホワイトシチューを出して、インデュライン、サードステージあたりと決戦ですよ。このインデュライン、サードステージは強敵です。これ楽しみですね、宝塚記念はね。さて、セカンドインパクト、新馬戦。幸四郎か。この辺走るんですかね、早熟馬なんでね、ディープの子供で。僕はね、前も言ったかもしれませんけどね、ディープインパクトの子供にね、セカンドインパクト、サードインパクト、フォースインパクトって結構名付けたりしたんですよ。それをね、なんか、
僕はそのテレビ番組見てないんですけど、東京の方のね競馬番組でね、あのお笑い芸人さんがなんか同じこと言ってたっていう話を聞いたんですよね。セカンドインパクト、サードインパクト、同じことをね考える人がいるんですね、世の中にはね。僕ぐらいかなと思ってたんですけど、まあ全国に何人かいるんでしょうね、おそらく。よし、イージードライバー帰国ですね。もう本当英国、米国参加にはね歯が立たなかったっていうか、イベントアースレインはスピード C なんでね、大したことないですよ。ネクスト、一番人気、1.3倍、期待できそうやね。ちょっとダイジェストで見ておきましょうか。 1000m か。まあ早熟だったらね三冠狙えますからね。ディープインパクトの子供でね、あの欧州三冠とか狙えたらね。あ、でもそんな強くないな、これは。この着差ではまあそんな強くない。まあ大差まではありませんね。まあ、ピュアマリアの子供なんでね、超良血ですよね、この馬ね。まあ、甲子郎君に乗っけましょう。スピード C ぐらいかな。デビルメイスマイルあたりね、期待してるんですけど、パワーがね S なんですよね、この馬ね。坂に強いと思うんで、まあちょっと東京の直線長いんで先行でいきましょうね。まあ、この辺はネクストで。3着か、勝てないな。クロスリングどんどん出てきますね、スターホースね。クロスリングって言ったらね、名前の通り昔はね玉もクロス3区だったんですよ。今違うんでしょうね。まあ、ムーンミラクルに期待ですね。ムーンミラクルはスピード A なんで、まあ、この辺もネクストで。春の訪れが勝ちました。春の訪れあたりもねスピード B でパワーが S なんで、まあ、そこそこ走るんですよね。ガブリオリ、これが名将サムソン3区。名将サムソンって言ったらなんか力士のねイメージが浮かぶんですよね。ドスコイドスコイとか前つけましたけどね。名将サムソンの子供でね、なんか走る馬つけたい、作りたいんですけどね。名将サムソンって言ったらやっぱ嫌いな人も多いと思うんでね、名前からしてね。僕はそんな差別主義者じゃないですからね、平等が好きですからね。世の中平等な世界ではないですけどね。名将サムソン、僕はねこの馬で、結構ね本命にしてたんですよね、三冠戦ね。まああまり期待できないかなこの馬ね。サムソン3区なんで、現実でもねサムソンズプライドとか頑張ってますよね。イベント有馬桜子さん、ブエナビスタ15、おー、血統はカンパニー、ヒンバか。これがボバだったら嬉しいんだけどね、トニービン系の血を受け継ぐ。まあ一応 A ということにメモっときましょう。まあ、今回ね貧系にねウィープ8では注目されてますけど、僕は貧系あまり詳しくないっていうかね、昔金馬の王様が貧系は愛だと言ってましたね。やっぱ貧系、好きな貧馬を見つけてね、あのその貧馬の子供を追いかけていくっていう感じがね、一番貧系を知るにはいいんですかね。
ネクスト。僕はあまり新聞でもね、あの繁殖牝馬の名前ってあまり見ないんですよね。父の方の名前はすぐ注目するんですけどね、それ直していきたいですね。だからあまり牝系に詳しくないんですよ。これはネクストで、スタミナの塊もスピード C だったんでね、厳しいです。勝ちましたね。ガブリオリ一番人気、ソネジョッキーか。1.6 倍、ちょっと見ますかね、新馬戦ね。やっぱ新馬戦は面白いですよね、期待する新馬戦のね、レース内容というか、ぶっちぎったら期待がね湧きますし。ここで先頭変わりました。先頭はヤマリンチョイス、ヤマリンチョイス。一流馬のね新馬戦って言ったらね、結構破天荒なレースしてる馬いますよね。富士奇跡の新馬戦はすごかったですよ、あれ本当にすごかった。そこそこ強い。これスピード B か C ぐらいあるかな。 B ぐらいあったらね G1 勝つ可能性もあるんで、ね、血が残る可能性もあるんでね、ガブリより。これは期待ですね。ピュアストーリーはね多く使った馬ですよね。ちょっと機種変えようかな。ソネジョッキーって言ったら確かね、藤田ジョッキーがモデルなのかな。これ強いと思う、ガブリより意外と。名前もなかなかね渋いんで、渋いというか珍名馬ですけど、キックブライアン。これはネクストだね。勝ちました。よし、ブライアンあたりもスピード B ぐらいあったらね期待できるんですけど、まあ、遅めなんでね成長型が。さて宝塚記念、塚記念、あその前にイダテンターボの三冠がかかってますね。ちょっと状態がね上がりきらないというか、 65% ぐらいかな出来は。これがもう三冠かかってますんでね、欧州ボア、マイル三冠か、ややこしいですけど、まあ、宝塚記念はもうね絶好調ですね。ホワイトシチュー、コスモトもあたり調子をして、くの一レッグが出てる。くの一レッグはダメだよ、出さないって。ちょっとくの一レッグはね放牧出しましょう。ちょっとねまだ力がつききってないんでね、この前ダートも走るんですよね。ブリーダーズカップとか出たいんですけどね、ちょっと休養させましょう。まだ力がねつききってないと。さてイダテンターボの三冠戦ですね、楽しみ。まだ種付けが終了となりますが、私どもが種付けしておきましょうか。はいでいいね。忘れてた、こういうのは種付けめちゃくちゃつけるんでね、秘書とかがね。本当にイダテンターボ一番人気、両馬はパドック、2番人気はホーネットウェイブ、一番人気 1.7 倍。ちょっとよそ見してるな、なんか。レースできましょうか、マイル戦、アスコット競馬場。ここは勝たないとダメだよ。トゥ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 。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。おむすび山のコースですよね。バーブルグラス、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアップシークレット花に立ちます。その後ろからはクリアエキス。もうね先行してね、ぶっちぎってほしい。バーブルグラス8番、まあ、早熟なんでね夏場に力が落ちてしまう可能性もあるんですが、2番手を追走しています。その隣にアップセナ、まあ、ここまでは持ってほしいね。さらにはクリアエキスプレス、
その外にフリートカンパニー並んで12番ジェイドチェイサー。ミルキジョッキーの海外遠征って言ったらあまり印象ないですけどね。8番ミラテンターボ。全くないですね。さあ先頭はまだ15番アップシークレット。なんか今度戸崎ジョッキーが初めて海外遠征するらしいですね。香港ですけどね。3番手最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。どうや、先頭変わってイダテンターボ。ちょっと黒い帽子伸びてきてるよ。あれちょっとやばいんじゃないのこれ。ちょっとミユキ追え、行け、そのままそのままそのまま、もう少し頑張れ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 。ダメや、やられたやられた。もうミユキ2着か、ホーネットウェーブ2番人気の前ね、やられた。これは悔しいな。やっぱ早熟だから成長力がないのかな。これは痛い。ちょっと状態もねいまいちだったんでね。欧州3歳ボアンアイル参加取りたかったの、まだ取ったことないんでね。この馬なら取れると思ったんだけど、これは悔しい。残念、かなり残念だな。ちょっと状態かな、やっぱりな。風林火山あたりはねスピード D なんで、ネクストで勝ちました。オープン特別ぐらいならねスピード D でも勝てるんですよね。だクズ馬っていうのがなかなか出ないですよね、条件クラスの馬っていうのがね、ウィポではね。さてホワイトシュー2番人気、1番人気サードステージやろう。そうだよね、サードステージ、インデュラインが3番人気ぐらい、絆からその前に、あ、3番人気にインデュライン、アンビリバブルもおるね。これはねもうレースでいきますか。ガチンコですよ、ガチンコ。サードステージとホワイトシチューのガチンコ。有馬記念ではね敗れましたが、まああれは距離がねちょっと厳しいということで、2200m ならもうね、適正範囲内なんで、これはもうガチンコです。最内枠この馬、続いて一段前走直線、大きな舞台はいざ2番人気はこの馬です。前走で直線で後位から抜け出す、インジュラインも強いの。続いてよし行こうか。阪神競馬場はね、まあ近所なんでね、もうちょっと現地の競馬場行かないとダメかな。最近もう全然行ってないんでね。いよいよグランプリ宝塚記念の発走です。さあ最後は大外枠のラナウェイプライド、ゲートに入って体勢が整いました。冬場にね行ってもいいんですけど、冬場寒いですからね。競馬場って寒いですよね、風が強いんですよね競馬場ってね。だから冬とか行ったらめちゃくちゃ寒く感じるというね。園田とかもよく行ってたけどね、もうめちゃくちゃ寒いですよ、風が強くて。阪神競馬場も12月は寒いですね。この位置です。この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。1番人気の離れた2番手、まあ、積極的にいってほしいね。まあでも大逃げですねこれね。こうなったら先行で残るのかな、ちょっと不安だな。大きく離れてサマーアンデス、この位置です。 1000m を通過しました。これはハイペースです。ハイペースだこれ。ちょっとやられる C 大丈夫か。ちょっとこれ強気の競馬しすぎなんじゃないの。先頭は依然としてラナウェイプライド、ホワイトシチューほとんど差がありません。もうバッてるじゃん逃げる。これは大丈夫かな、安城のゴーサインに応える。大丈夫かなこれ。後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はラナウェイプライド、その隣からはサマーアンデス、ホワイトシチュー。これはどうや、これどない。あれサードステージだよね、ミドルの帽子。これはね想定外の競馬だよ。やっぱサードステージすごい足できた。粘れ、無理だよねこの足じゃね。ちょっとね2着ちょっと厳しい、この展開的にね、絶対王者の実力だサードステージ。やっぱサードステージにはかなわないのかな。ホワイトシチューはレコード2分8秒9、そりゃ出るよなあんなハイペースだったらね。まあ、インディラインは抑えてるんですね。
言えばナンバー2かな、スーパーナンバー2かな。コスモトは6着と、まあ、次走キングジョージ行くんでまたぶつかるかもしれません。サードステージは北村ジョッキーが乗ってるというね。北村ジョッキーもね最近ね G1 勝つようになって、でもうベテランの域に差し掛かる頃なんでね、頑張ってほしいですね、イケメンのね北村ジョッキー。オンジアースに3、何つけた、テレポーテーションつけた。やっぱりね、またねぶつかりましょう。ダークエネルギーあたりね、そういえば米国遠征させるんで、まあね、よくわからん G1 ですがダート 1200m のハンデ戦のね G1 なんですけど、ちょっと米国遠征を組んでます。星の直しか厳しい、旋回大和も厳しい、ドラゴンエイジあたりはねスピード D が判明したんでね厳しいですね。イダテンターバー悔しいな。はい、行きません。あ、行くのかもう72歳なんでね、デートしてるみたいって言われるのはね、まあ嬉しいですけどねイベント、お、ステークスクラスに昇級したそうです。そんなはいたっけ、飼育タイム、飼育タイムっていつの間かに名前勝手に付けられてるんだな。海外の方全然見てなかったんでね。飼育タイム2歳馬、血統はアグネスデジタ、まあ、ダートも走ると一戦一勝、あ、新馬戦勝利したんや。向こうでは新馬戦って言わないんですよね確かね。なんでこんな11月4週ってまだ先すぎるじゃん。あ、2歳馬、まあでも出しましょうよ、何かしらこの辺りね、1003あたり出しましょうよ。サラトカスペシャルステークス期待ですね。ちょっと状態がいまいちか。ダークエネルギー6番人気、まあ、力つけてるんでね、前走柏記念勝利したんで、これ派手ですね、馬体がね青毛でかっこいいです。まあダイジェストでいきましょうね。確かサンデーサイレンスがね青っぽい馬ですよね。青影でしたっけ、サンデーサイレンス。ちょっとなんであんな後ろに出遅れたの、これはちょっと納得いかない競馬だな。まあでもね、次走もね挑戦しましょう。これは謎な競馬だな、先行馬ですもんね。トゥ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 、三冠王、三冠王の方がね期待できると思うんで。でも無印かネクスト、厳しい。もうそろそろ、ね、でも BGM 飽きてきましたね。また変えましょうかね。風のシルフィードがエクリプスステークス、このエクリプスステークスもね結構歴史のある G1 ですからね、イギリスのね。ジャパンダートダービーはちょっとね状態戻ってないんですよね、イージードライブ、まあ、出しましょうこの出来でね、果たしてどこまでやるか。スカイデスマイラ七夕賞、これはちょっとス
カイデスマイラーも放牧出しましょうね。この辺りはね、海外遠征厳しいんでね、スピードビーダーね。ネクスト、今週が最後ですかね。現在25分、エクリプスステークス取りたい、一番人気。エクリプスステークスは直線競馬でしたっけ、違いますかね。まあね、海外遠征はね慣れたものなんで一番人気ですね。状態良しと、差しでいきましょうね。ちょっとレースで見ましょうか。まあイギリスのね芝コースはね起伏が激しいんでね、あまり日本馬には向いてないんですかね。だからイギリスの G1 に挑戦する馬って少ないですよね。確かアグネスワールドがね短距離のレースで勝ってましたかね、イギリスのレースをね。こちらイギリスのサンダウンパーク、まあ、キングジョージがねイギリスですけど、競争をお伝えします。いよいよ発送です。スタートしました。ポンと飛び出したのはラリルティージング、フラストアート。あ、全然直線競馬じゃないですね。あまり大きい競馬場じゃないんですかね、このサンダウンパーク競馬場はね。さらには風のシルフィード、先行してるじゃん。ローボジーニアス、その後ろマジシャン、どうやら後方からの、マジシャンとか強そうだな。スターホースっぽい響きですね。緑の帽子グローブジーニアス、その後ろダリルティージング、まあ、この馬よく頑張ってくれましたね本当にね。フラストアート、サンタフェサミット、そのうちに続いています。好位置をキープ、ソングオブウィンドサンクですからね。風のシルフィード、その横にバトルオブナレンゴ、ロシアンルーレット、まあ、もちろんご存知の方多いでしょうけど、風のシルフィードって言ったらね、あの漫画であったもアロハチャイム、すぐ後ろ最高峰にマジシャン、白馬、鮮やかな芝生の上をかけています。なかなかね、あの初心者の方には、ね、競馬の勉強になると思いますし、うん、まあ、そんな逆漫画じゃなくてね、パッパカパーみたいなね真面目な美しい漫画なんでね、ぜひ読んでもらいたいですね。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭はダリルティージング、ダリルティージング、ちょっと伸びないか。あと 200m、 ダリルティージング、伸びないかな、これな。後続の足色もなかなかいい。ちょっと手応えない。ロシアンルーレットか。ロシアンルーレットも出てたんや。ちょっとこのレベルに入ったら厳しいね、やっぱスピード A だわね。ちょっとね、筋量が響きました。これはね、欧州遠征はあまりさせてないんでね、風のシルフィードはね。さて、一番人気。これが状態がかなり悪いんで、ちょっと歩様がね、歩様が硬いというか。このね、あの出来でも勝てる力あるんですよね。さあ、いよいよ直線。ああ、でもちょっと伸びないかな、これはね。頑張れ、伸びてこい、伸びてこい、サゼ、勝てる勝てる、お前なら勝てる、粘れ、スローワン、よし、勝った。やっぱり国内では強いですね、スピード A だったらね。イージードライブ、黒船産駒ですからね、黒船のね血をつなげていってもらいたい。よし、よくやった、早いで。スワローテール当たればね、スピード C なんでね、勝ちました。うん、ちょっとね本格化してきましたね、スワローテールはね。というわけで今回はねこれで終了しますね。次回あたりはねキングジョージあたりまで行けたらいいんですけど、あ、千本ノックのねアイルランドオークス楽しみですね。まあ、日本ダービー馬なんでね、
期待できると思います。あとガブリ寄りの函館2歳ステークス楽しみですね、うん、というわけで今回これで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。